こんにちは、赤ちゃんです。今日はこちら、スライムモンスターズボックスサンデー。スライムをモチーフとしてるのかな。今31がハロウィンでこんな感じで、ほらスライムモンスターみたいなのがねたくさんいます。すごくかわいい。前回の31の時に1個だけ食べたのがあって、スライムをモチーフとしたアイスもあって、すごく可愛くて面白いので、今回はハロウィンのメニューと限定のスペシャルボックス紹介していきます。まあ、1人で大食いします。じゃじゃん。え、箱の中から箱が出てきた。え、めっちゃ可愛いんですけど。可愛いし、この箱は使える。そしてまた箱が、え、かわいい。なんかちょっとクッキーモンスターみたいだね。ちょっと仕掛けがあるみたいだね。で、ここから開けるんだね。この31の、こっちだった仕掛け。いきます。ここの口を開けると、わかっ。ハッピーハロウィン。わあ。え？なにこれ？こんな感じで、アイス10個乗っかってます。そして超かわいいんですけど、やばくないこれ。めっちゃテンション上がる。見てください。すごすぎる。なんとアイス10個分、好きな10個選べるんですけど、ハロウィン限定の3種類と、9月10月の新作フレーバー全種類と、あと余った分を僕の好きなアイスにしました。だからほぼ食べたことないアイスばっかですね。じゃあまずこの紫のやつからいただきます。うん、グレープシャーベット。僕シャーベット苦手なんですけど、31はね、まだクリームっぽさも残ってるシャーベットで美味しい。てかアイスクリームとミックスされてるのかな、美味しい。ど真ん中、これ僕の一番好きなポッピングシャワーになってる。ポッピングシャワーが一番上。やっぱポッピングシャワー美味しい。僕ハーゲンダッツよりね、アメリカっぽさっていうかある31が好きなの。価格が2800円で、なくなり次第終了。2色のコットンキャンディー味のドロドロのスライムソースとカラースプレーかかって、ちょっとスライムっぽさがあるみたい。綿飴の味のソースがかかってる、これ。あ、美味しい。あ、ミッドナイトアップル。なるほど、シナモン入ってるんだ。ちょっとなんか風味があるなと思ったら、上品な味。焼きリンゴ味のアイスって珍しい。色もすごいよね。ハロウィンカラーらしい。他何？今3つ食べたのかな？この黄色のやつなんだろう？ピカチュウだ、ピカチュウ。これね、チョコレートピカチュウの形してるんですよ。わかりますかね？ほら、ピカチュウでーす。かわいい。で、ポッピングシャワーと同じパチパチが入ってるんだよね。パイナップルとか、トロピカルフルーツフレーバーと弾けるポップロックキャンディー。待って、隣のなんかめっちゃ美味しいのあるんだけど。あ、これだ。マジカルミントナイト。ビターなチョコとミントに弾けるキャンディーが合わさって、夜空にきらめく魔法のよう。これ、チョコレート。今回、ポッピングシャワーみたいなパチパチ3種類もあるね。ピカチュウと、このマジカルミントナイトと、ポッピングシャワー。だから、ポッピングシャワーのパチパチ好きでいつも食べてる人は、こういうのもいいかも。結構濃いチョコレート。多分、子供も食べれるように、ミントは控えめです。あ、青いとこ出てきた。ほら、青色。半分食べたっぽいですね。どれだろう、ハロウィンの新作。これなんだ？なんか紫色の。ブルーベリーパンナコッタか。期間限定。ブルーベリーソースとか。うん。果肉入ってる。続いてこれ、抹茶っぽいのある。抹茶ティラミス。すごい組み合わせ。小豆っぽいのも入ってるな。めっちゃ和風なんですけど。31でこんな和風なフレーバーあるんだ。なんだこれは。ピンクとグリーン。マカロンマカロン。ピスタチオとラズベリーのフレーバー。寒い。寒すぎる。さあ、新しい味。出た！今回の主役だ。もうちょっといろいろかかっちゃってて、わかりにくいんですけど、こんな感じのアイスなんですけど、スライムが入ってるそうです。食べれるね。食べれるスライムね。これ一番美味しい。オレンジって言ってるんだけど、なんかみんなが思うようなオレンジじゃない気がする。ちょっとマイルドなオレンジ？すごく美味しい。さあ、ラスト1個かな？これか。アプリコットアーモンドチーズケーキ。おお、美味しそう。ではラスト1個いただきます。美味しい。あとちょっと。
ラスト一口でいきます。完食しました。ごちそうさまでした。すごくいろんな味のアイス食べれてよかったですね。にしても10個がかなりきつい。今回ポッピングシャワー以外全部新作フレーバーとなっててすごく楽しかったです。普段食べないアイスとかばっかなのでね。その中でも美味しいなと思ったのは、あーやっぱ主役のオレンジスライムタイムですね。僕これ好きです。サンデーもねすっごく可愛い、ワクワクすると思うのでこれパーティーの時にぜひいいんじゃないでしょうか。過去にも31ではアイスケーキ大食いとかやってるので、そちらはぜひ動画の最後から見てみてください。頑張ったと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。